こんにちは、レトスノーノです。3月1日ということで、3月に入りました。試験まであと7ヶ月半ですね。本日は3月の勉強法について共有させていただきます。この動画の右上のお知らせボタン、もしくはこの動画の最後にお知らせいたします。それでは3問に入ります。不動産の登記事項証明書の交付を請求する場合、原則当該不動産の利害関係人でないと請求できない。丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、これ誤りですね。登記事項証明書っていうのは、利害関係人でなかったとしても、誰でも請求できるんですね。したがって罰になります。実際に登記事項証明書とかを、取ってる方っていうのかな、不動産関係の方っていうのは、意外と、この登記事項証明書とか取るんですけども、その方だとわかりやすいんですよね。実際に、ある物件について、所有者誰なのかって調べるときに、登記事項証明書を交付してもらって、調べるってことをやってると思うんですね。つまり、不動産会社っていうのは、ある土地についての利害関係人ではないですよね。全然全く利害関係がない、人が所有する土地であったとしても、その土地の登記事項証明書を交付請求することができるんですね。で、この点についてなんで利害関係でない人も登記事項証明書をね、交付できるのかって疑問に思われる方、いると思うんですけども、すいません。ちょっとこれ解説すると長くなりますので、今回省略させていただきます。で、問いですね。法人の役員のうちに、業務上過失致死傷等の罪により、3年間の懲役の刑に処せられている者がいる場合は、当該法人は免許を受けることができないが、判決に執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができる、丸か×かという問題です。これ×ですね。法人の役員や政令使用人が結核要件に該当する刑罰、例えば、禁錮刑以上の刑だったりとか、暴力や、宅建業法違反による罰金刑。こういったものに処せられた場合っていうのは、役員も結核ですし、法人も結核と。今回の問題は懲役刑を受けているので、役員も法人も免許を受けることができないんですね。二人とも結核に当たります。で、そして執行猶予がついていた場合どうなるかっていうと、執行猶予が満了すれば直ちに免許を受けることができますが、本問は執行猶予がついていれば直ちに免許を受けることができる。とこう書いてありますので、この部分が誤りですね。執行猶予期間の満了までは待たないといけないですよね。これ基本問題なんですけども、凡ミスするような問題なんですよ。で、ここで凡ミスするようだと合格できませんので注意しましょう。で、問い3ですね。 A が所有する市街化調整区域に所在する面積3000平米の農地について、B に売却する契約を農地法第5条の許可を停止条件として締結した場合、B は事後届を行う必要がある、丸か×かという問題ですね。答えは×です。農地法の5条許可を停止条件とする、この売買契約の締結、これ事後届の対象になるんですね。対象となる取引ではあるんですけれども、市街化調整区域の場合、5000平米以上が届出の対象なんですね。で、今回3000平米なんですよね。ってことは、これ、届出対象の面積にはならないわけですよ。したがって、今回の問題っていうのは、届出はいりませんよ、ということです。したがって、B は届出を行う必要がある。これは誤りだということですね。で、一応ちょっと関連ポイントとしてお伝えをすると、農地法3条許可、これを受けている場合っていうのは、もう例外として、届出はもう不要になります。もう面積関係なく届出不要になります。なのでこれは関連ポイントですね。で、この問題っていうのは国土利用計画法、農地法、民法が絡む、非常にいい問題なんですね。で、この問題が宅建試験の標準レベルなので、これちゃんと理解しておく必要があります。すいません。今回はですね、ちょっと無料ということで、どうやって理解するかまではお伝えしてないんですけども、こういった部分を個別指導で詳しくお伝えします。で、こういった部分をちゃんと理解できれば、すごく簡単に解けるようになるんですね。で、覚えるというよりも、答えを自分自身で導けるようになりますので、ぜひですね、理解学習を身につけていただければと思います。個別指導はこの動画の下の概要欄の方にリンク貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。そして、初めにもお伝えした通り、3月からの勉強法ですね。3月から宅建合格するために、やるべきこととは何なのか、動画にまとめましたので、こちらの動画参考にしてみてください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。